カード請求額が怖すぎて夜も眠れない吉田です。今日は23枚の世界最強 CPU ライゼンスレッドリッパー 2990WX を使った自作 PC 組み立ての後編です。前編を見ていない方は概要欄からまず見てください。映像は僕が動画編集用に使用しているメイン PC です。ライゼンスレッドリッパー 2990WX 用に購入したグラフィックスボード GT710 が届かなかったので、メイン PC からグラボを一時的に借りようと思って分解しています。引っ越す時に古いグラボを全部捨てちゃったのが良くなかったです。捨てずに取っておけばよかったということで、スリッパ PC の動作確認には GT710 ではなく Gigabyte の GTX1080 を使います。マザボの取説には CPU に一番近い PCIe スロットにグラボを取り付けるように書いてありますが、後方にあるハードディスクと干渉するので違うスロットに取り付けました。一応このスロットも内部的には ×16 あります。話は変わりますが、スリッパ PC 用のグラボとして MSI の RTX2080Ti の予約に成功しました。27日の深夜0時から Amazon で MSI、ASUS、ZOTAC の3社の RTX シリーズの予約が始まりました。 MSI は速攻で売り切れて、 ASUS と ZOTAC も数分後にはなくなっていました。なお Ti は数が少ないみたいですが、無印は編集時点で予約可能になっています。一応 MSI 品に関しては発売日に発送されるそうです。悩んでいるのは、本当に RTX2080Ti を買っても大丈夫なのかです。19万円は高すぎます。正直言って、僕の収入に対して無謀とも言える高額な製品を連発して買うことになります。古くなった冷蔵庫を買い替えようと思っていましたが、 RTX2080Ti を買うと冷蔵庫は買えません。予約していただけなので、まだキャンセルは可能です。どうしたらいいかすごく悩んでいます。話はスリッパ PC の組み立てに戻ります。前回の動画でグラボ以外の組み付けは完了しているので、 HDMI ケーブルやマウスキーボードを取り付けて起動準備は完了です。変なエラーが表示されて一瞬焦ったんですが、グラボに補助電源がつながっていませんでした。電源をつなぎ直してもう一回チャレンジです。やべえ音がして焦りました。電源コードが電源ファンに当たっていました。変な音はしましたが、 BIOS が表示されたので一安心です。少しトラブルはありましたが、問題なく Windows 10のインストール画面が表示されました。ここまで来たらサクッと OS をインストールして完了です。サクッとインストール完了する予定だったんですが、世の中甘くありません。 Windows が起動しませんでした。このクルクルから永久に進みません。1時間くらい放置してもクルクルしています。原因はよくわかりませんが、ハードディスクの調子が良くないのかもしれません。謎のジャンク品の 2.5 インチハードディスクです。カラカラと異音もしているので、故障寸前というか壊れているのかも。ダメ元でもう1回 Windows を入れ直します。まあよくわかりませんが、2回目はうまくいきました。このジャンクハードディスクは使い続けるのは危険かもしれませんね。ドライバー類は何も入れてないですが、とりあえず触った第一印象はものすごく動作が遅いです。もっさりしていて、なんだこれって思いました。32コア64スレッドなのに激遅ってやばすぎる。タスクマネージャーを起動するだけですごく時間がかかります。まだ起動しません。どうなっているんでしょうか。なんやかんやで2分ぐらいしてやっとタスクマネージャーが起動しました。当然ですが、 CPU は最強なので、 CPU 自体の性能が悪くて遅いわけではありません。メモリも 4GB ですが、ソフトを何も起動していないので十分足りています。明らかにスペック不足なのはストレージですね。ハードディスクの使用率がずっと 100% に張り付いています。 Windows アップデートが動いているので、ストレージの読み書き性能不足により非常にもっさりとした動作になったみたいです。正直言うと、例の Atom ノート PC 並みのもっさり感です。CPU 使用率の画面を見てみます。ちゃんと64個あるんですが、ここまで多いとグラフ表示ではなく、色の濃淡数値で使用率を表すようです。
全画面表示にしてもグラフは表示されません。 Windows アップデートが終わったんですが、ディスク使用率は高いままでした。これはダメですね。必要最低限のセットアップを完了させたので、とりあえずネットサーフィンしてみます。まずブラウザがなかなか起動しません。ハードディスクの読み込み速度不足が原因です。ここ最近 SSD しか使っていなかったんですが、古い 2.5 インチハードディスクの薄さはやばいですよね。 SSD ってすごいんだなって改めて感じました。昔はプチフリとかあって苦しめられましたが、今の SSD はプチフリもないし耐久性も非常に高いです。やっぱりシステムドライブは絶対に SSD の方がいいですね。普通にネットを見ていてもサクサク感はありません。若干待たされる印象があります。僕が愛用している SSD を搭載した古いレッツノート君よりも遅いかな。クリスタルディスクマークでハードディスクの速度を測定してみます。なかなか衝撃的な数値で、中間グレードの SD カードより遅いかもしれません。僕が普段使っているネットワークハードディスク NAS でもリードライトは 100MB 毎秒以上出ます。ダメだこりゃ。クリスタルディスクインフォを見てみます。富士通製の 160GB のハードディスクです。富士通ってかなり昔にハードディスク事業を東芝に売却したと思うんで、かなり古いハードディスクだと思います。家に転がっていたんですが、何に使われていたものなのかな、忘れてしまいました。さすがにこれではお話にならないので、 M.2 SSD を2個発注しました。インテルの 760P です。個人的には一番コスパいいんじゃないかなって思います。 250GB を2個買ったので、レイド0を試してみる予定です。興味のある方は概要欄にリンク貼ってあるのでチェックしてみてください。ここから先は最強自作 PC のベンチマークテストをお見せします。ただしこれはあくまで僕の作った自作パソコンの結果です。メモリが 4GB1 枚しかありません。ライゼンスレッドリッパー 2990WX は4枚差しで4チャンネル動作させないと最高性能は出ません。なのでかなり性能が低めに出るのでご注意ください。まあちゃんとしたベンチマークは別動画で上げようと思っています。今回は動作確認ついでにベンチを取ってみたというだけなので、簡易的なものになります。こういうテストを試してほしいなどのご要望がありましたら、 Twitter やコメント欄に書き込んでください。まずは定番のシネベンチです。64スレッドなのでオレンジの枠の数がやばいです。一個一個の大きさも小さい。映像は早送りなしの映像ですが、やっぱり非常に速いです。マルチコア性能で3012でした。メモリがシングルチャンネル 2400MHz で動かしていますが、思っていたよりも数値がいいなって感じました。 2990WX をオーバークロックなしの定格でメモリ4チャンネル動作させると5000前後になるそうです。僕のスリッパ PC は6割程度の処理能力になります。3000でもめちゃくちゃ速いです。僕のメイン PC のRyzen 7-1700 の倍以上の性能ですからね。すごいです。一方でシングルは163です。これも4チャンネルだと170を超えるようなので、メモリー性能が足を引っ張っていそうです。ただしベンチマーク上では数値は高いですが、実際の体感上の快適さは最悪です。ベンチマークと PC のサクサク感はまた別物だと感じました。 SSD が早く欲しいです。次に FF ベンチです。フル HD の最高品質に設定しました。見てもらえば分かりますが、 CPU は2スレッドくらいしか使っていません。 CPU 使用率は 10% 以下です。負荷が低すぎるのか、それとも64スレッド動作に対応していないのか、よく分かりません。結果としては非常に快適という判定でした。ブラボは GTX1080 なので当然かもしれませんね。平均フレームレートは 82fps です。これはお遊びですが、動画を撮影している途中にもともと使おうと思っていたビデオカード GT710 が届いたので載せ替えてみました。フル HD 最高品質では動作がカクカクです。つまり CPU だけハイパワーでもダメといういい例だと思います。 Core i7 オンボード GPU より Core i3 GTX1050Ti の方がゲームを快適にプレイできます。バランスは重要ですね。なお判定は動作困難です。簡易的なベンチは以上です。その他に気になったことを紹介します。まず CPU 電源 VRM の温度です。
具体的には測定していませんが、シネベンチを数十回連続で動作させてもヒートシンクがほんのり温かくなる程度でした。定格で動かす分には VRM の発熱に気を使う必要性はなさそうです。オーバークロックしたらどうなるのかなどは今後確認していきます。以前レビューした8980円の 1450W 電源ですが、ファンの挙動がおかしいです。負荷が小さいとファンが回らずカクカクすることがあります。負荷が大きくなるとちゃんと回りますが、もしかしたら不良品かもしれないです。あと起動が遅いです。電源スイッチを入れてから BIOS の画面が出るまで時間がかかります。ハイエンド CPU グラボなのでいろいろ処理が多いのかもしれません。だいたい車の映像が出るまで30秒以上かかります。これって普通なんでしょうか。当然ですがハードディスクも遅いので OS が完全に起動するまで数分かかります。ものすごくイライラします。これだけ喋ってもまだ BIOS の画面が表示されません。さすがに遅すぎますよね。コンセントを1回抜いてから電源を入れると一瞬起動してすぐに落ちるという挙動をします。これは普通なのかおかしいのかよくわかりません。電力はやばいです。低消費燃力な GT710 を挿した状態で測ってみました。電源を入れた直後でピーク 260W までいきます。アイドル時で 90W 前後です。 Core i7-4770 を全開で回しても 90W です。 Core i3-8100 だと全開でも 30W です。しかもしょぼいグラボで 90W です。 GTX1080 を乗せたら確実にアイドル時で 100W は超えます。電気代がやばそうです。次はシネベンチを回した時です。 CPU 使用率 100% です。メモリー量が少なくてもしかしたら最大電力を食っていないかもしれませんが、やはり起動時のピーク同様 260W くらいまでいきます。 GDP250W なのでそんなもんなのかなとは思います。GTX1080 はフルで回すと 250W くらい消費するので、最終的な構成でフルロードすると 500W 前後消費する計算になります。 Ryzen 7-1700 の PC でも同様構成で 400W くらいいくので、 Ryzen Threadripper 2990WX はそこまで電力バカ食いではないと思います。つまりオーバークロックしなければ僕が買った 1450W 電源なんて必要ありません。一般的なゲーミング PC と同クラス、750W や 850W でも問題ないと感じました。ということでついに Ryzen Threadripper 2990WX の世界最強ベニヤ板自作 PC が完成しました。ただ金がない問題などもありパーツ構成が崩壊しています。一気に全部買うのは怖いので徐々にアップグレードしていこうと思っています。現時点での課題はハードディスクが遅すぎる、壊れかけ、これはインテル製 M.2SSD×2個でレイドを組もうと思っています。手配済みです。メモリ 4GB×1枚は少なすぎる問題、グラボが GT710 でしょぼすぎる、ケースがない、 CWT 製電源の挙動が怪しい。他にも問題あるかもしれないですが、この世界最強 PC を改善していく動画を次々と出していく予定なので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。